皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。現在ランカーなのでリムル裏なしで強 P を上げたいと思ったんですけど、初戦からリムルを狩るためのサムライビートルリーダーだるすぎる。マジかよ。ガチだるいな。どうしよう。どうしようかな。マジでだるいね。ビートルか。ビートルが苦手なキャラあんま引きたくないよね。惜しい。悪くはないけど、良くもないって感じ。いけるかな。いや、なんか大型切らなきゃいけない気がするけど、もうシャッフル回せないでいきます。時間的にね。いや、スライム出しました。一騎打ちされました。そのビートルを拾えるキャラがいないんだよね、大型しか。コラボ猫か。で、ネズミ剣士じゃん。鳥で削れんのが、ねえ、ディケイドネズミでしょ。一騎打ちに弱すぎるし、その一騎打ち解除後にそのビートルをやれるキャラがいないんだよな。どうしようかな、マジで。ちょっと困ってる。まあ、ひとまず、リムルだよね。で、それはもうしょうがないじゃん。で、これ多分もう一回ビートル来るかな。ここは来ないんだ。拘束してんのでかすぎ。倒すのやばすぎ、マジで。倒した。うわ、強くラトニー。あ、でもそれはきついな。一応砦削ってんだけど、どれぐらいだ？さあ、デビルコラボ猫なんで、バカキャラ数多いんですよ、相手。普通にきついね。どうしようかなって感じではある。しかも、ホックス。これさ、ビートルホックスじゃね？ニム倒すための。だるすぎでしょ、それは。ここはね、リケードで結構削ってっから。で、これでビートルが、あと2本。ホックスだね。気づいたね、俺がそれきついの。さあ、スライム、リムルで壁張って、しかも削れたんだけど、マジかよ。削られるつもりほとんどなかったんですが、削られてしまいました。スライム、なんか上のリムル死んでんだけど、なんで。しかもこれか。いや、これ行かなきゃダメだな。まあ、ゴルダナは分かったんで、いや、いるし、剣士。ゴルダナは分かったんで、守ろうとしましょう。いいよ。さあ、守れるか？守れそうな雰囲気はしてるね。ここだけしっかり押さえて、何かの間違いで飛ばないようにね。もっと危なすぎ。あのコラボ猫アフロのせいでさ、当たり判定さ、上に見えて上に切ったらずれた。剣士アフロ猫強くねえかこれ。当たり判定がここなのにさ、一番上かと思っちゃった。強っ。さあ、続きましょう。お相手がリムル、ミラーですね。まあ、裏はちょっと読めない。リムルならなんだろうな。リムルって言ったらもう裏はなんか、なしでやるか、もう強いからサンドラにするかみたいな。それぐらいしか思いつかないな。サンドラマジで、超強いよね。フィジカルが結構頭おかしいと思う。で、リムルを見れるキャラを引きたいんですが、魔法使い。行くか！まあ、ちょっと足取られちゃうんだけど、コラボ猫のね。まあ、それはしょうがないじゃん。これで取るのも大事だから、まあしょうがない、これは。で、魔法使いでリムルをやる。ただ、裏技が、じゃない、虹バッジがついてない状態の魔法なんで、リムルのグラトニーでワンパンされる気がするな。そこちょっと怖いね。さあ、上の剣士吸いたいな。これ取れないな。さあ、ひとまずリムル、魔法なのにまだ届かないな。魔法なめ打とうか。メギド、メギド強くね、マジで。来たな。ここで来るんか。じゃあキメが置いてくか。キメが置いてって、なるほどね。まあデスはね、最悪何とかなるんで、ここでリムルですって。デスはいくつ切ってるね。デスじゃねえ、ああ相手のデスね。何とかなるのは。でも相手のデス何とかなるんだけどさ、相手のデスどうこうの前になんかキメガが強くて倒してる。
倒してくれてるが、さあメギド、これきついねこれ。まあコストは一応今まだ大丈夫、ここだけ抑えるか。まだメギド打たれない、大丈夫、まだ打たれないとはいえ結構削られてんだよな。そうよな、問題ここ。これ切っていいのか、コスト的に。来たね。あ、メギド打ってくんのは知ってたけども、さ、魔法なめちまちまやりながら魔法使いで削って、こう剣士でね。え、なんで、まあいいわ、倒したから。あ、獲得はされたけど、コラボ猫ラスト使っていいかな。怖え、これ何やるか分かんないからな、これマジで。うわ強い、マジでリルルが強え。いやでもね、やっぱね強いんだけどね、ドローなんよ。やっぱね、リムルミラーがねドローになっちゃう。で、魔法はやっぱ有効だね、リムルに対して。裏引きの魔法だけど、まあ普通に頑張ってる気がするわ。悪くない。はい、というわけでドローですね。ありがとうございました。てか相手リムル浴びついてねえし、まあ、それでも強いからな、リムルな。さあ行きますか。お相手またリムルです。ではリムルミラー、パンダビートル魔法使い、まあまあ補欠なんで、パンダビートル魔法使いが引きたい。特にこいつら、これ引けるだけでだいぶ楽になるから。虹ならいいんじゃないの。ちょっと大型のパワー不足だけ気になる。あとキャラ数ね。ただ一応まあ後ろは見れないけど、レドラっていう迎撃大型。ただしベビーはリムルにコテンパンにされるんで、そこ注意ですね。なんかリムルを大事に抱えないでいい気がするな。テンポよく早めに切って相手にコスト使わして、相手のリムルに魔法カウンターする。てか相手また浴びついてねえし、浴びついてないイコールほぼ1なんで怖いっすよね普通に。まあ裏なしだからプラスボーナスはもらえるんですけどね。スキルスな天才かもしかして。ここだけリムルで壁じゃないけど、あの壁になっちゃったけど、壁キャラではないんだけど、いくか。あ、そんな感じですか。 OK、 ちょっとコスト使いすぎだけど倒すためだからしゃなし。 OK、 ただ完璧な調整だね。でサンドラと、このサンドラをどうするかなんだよな一番は。まあこれで行くんですけど、とりあえずね行くけども、多分ね倒す、あ、いける、ナイス、でかすぎ。てかリムルがすげえ粘ってるし、ポセイドも超頑張ってんだけど、マジこんな頑張れんの。これだって行くじゃんね、ドラ掘るよ。 OK、 いいね。じゃあもう魔法でいいでしょ。でここリムルで出てきても魔法使えるから妨害できるよと。てか諦めてんじゃないこれ相手。大型2枚抜かれて、じゃあ10コス貯めるか。10コス貯めれればね、強 P ボーナスがプラス1ポイントもらえますと。いうわけで完勝ですね、ありがとうございました。大砲もね、打った回数が完璧すぎた。フォワードがぴったり落ちたわ。え、持ってんだけど浴びついてないのに。おいしい。まあでも言うてね、あの裏なしで干渉してるんで、まあ、あの 2B ボーナスやってるんで、10ダメ。まあ、元が4マイナスで干渉13なんで、まあ、一応乾杯50ではあるんだけど、全然1桁じゃない。はい、それでは続きます。お相手がリリス。リリスか。アビリリスですね。アビリリスか。まあ、リリスにね、有効な大型ってよりは苦手じゃない大型引きたいですよね。一方取られ続けるみたいな大型やめたい、やめたいね。迎撃大型で一部のねレドラみたいなタイプは絶対にダメと。大天狗は面白いけどもうちょい回しましょうか。ああ、いいんじゃないですか。迎撃大型ゴーレムね、一応リリスね有利ついてるし、多少だけどね、本当に多少だけど。裏対リーダーだったら勝てないんだけど、まあ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 苦手ではないからね。で大天狗が一応リリス正面当てだったら有利だね。ただ正面当てするかなって感じではある。でもね、あの大天狗切ってる時にその大天狗に対してリリス横当てはできないから、死に行ったらねすごい被害を受ける可能性があるからほぼできないと思う。あー、マミーか、なるほどな。これはまあしょうがないね、取れないの。ん、取れる、マジ。じゃあ行こうぜ。
奪おう。トレード戦ゲット。 OK。 はい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 、吸い込んで、ここはやられちゃいそうだな。まあしょうがないね。まあでもやられたけど別に悪い流れではない。グラトニーで吸い込んで、メギド、ああメギドはしたけどだな。結構ワイラがめんどくさいね、この感じ見てると。プリンセスで壁張って下地めぐりでいいから、でキャラ数がそんなに多くないんで、このワイラが普通にめんどくさい。まあヒット、え、うん、あーなんかいたわ、どっから現れたんだあいつ。最悪だわ、やったわ、無駄な財布おったってなると、上のラインはリムルでなんとかしたいな。ここはもうちびぐりじゃん。ここはデビル、ただコスト使いすぎな。 OKOK、 コストは使いすぎだけど、そこ吸い込めた。問題ここ、いやスキル打てよ、お前金バッチだよ。そう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 、ひとまずね、こうやった。オッケー、これじゃん。自信間に合う。オッケーオッケー、間に合う間に合う。メギド強すぎ。さあここは守れてるから、あとはもう後ろ守って、一応ドローはいける。吸い込んだ。リムルマジ強いな。やっぱワイラめんどくさいね、引っ張れたらねカモなんだけどね、バリスタが普通にめんどくさいね。スレーリムル、じゃあ取れ取れるから判定勝ちっていう。リムルだから取りを取れるっていう、まあミスってるからね。ありがとうございました。何でもできるんだこいつ。さあちょっと怪しいキャラ来ましたね。めんどくさい、ワンチャン何かが起こるかもしれないキャラ、メデューサ。まあ、これもまた同じメデューサの石化が入りづらい大型を引きたいね。シマリスとか引いたらそれもそれでねとても嬉しいけども、パワードみたいなねメデューサ1体で止まっちゃうキャラは引かないようにしよう。あ、ブルドラも一応石化入りづらいんだけど、パピオンがガツガツ入る、カエルパワーダメだね。ただある程度で妥協しなきゃいけない。マイマイは有効だけどカエルがダメだね、メデューサに対して。まあ、これも行かないといけないね、これ以上は。で迎撃がねメタドラのみなんでかなり危ないかな。打ちます。いるんか。とりあえず第一まず安全取ってほしい、必要だね。取れるか分かんないけど確率上げよう。ちょっとコスト使っちゃってるけどしょうがない、取れないかそれは。でここで、なるほどね、 OKOK。 さあひとまず押さえて処理して、あ剣士見つか、まあいいか。お前待て、 OKOK、 そこは倒せてる。じゃあパピオンだね。何かあってから調整けど、しっかりレートラとかで壁も張りつつ、でなんか後ろの剣士抜けてんだよな、まあ、あれは大丈夫だね一応言うても。はい、あーこれミスった剣士、いらん、まあ倒せばいいや。これちょっと怖いね。よかったー、あこれ剣士飛ぶ、固まるなこれ多分。あ固まるけどスキル打ってくれてるんで全然十分な範囲、これはいけるね。メディスだいぶ切ってるしねこれ相手。でも最強のね、いろいろとね吸いまくったリムルが登場している。ここもリムルいっちゃおうか。メギド固まったけど倒せるからいつか復帰する。でもレードラやられるのはしょうがないとして、ここをカバーしてあげたいね。ユースケここら辺に置くか。ちょっとだから寄ってくるからリムル上上がるんじゃないかな。上がんないか、あーギリ上がんないか、あこれ上がるか。リムルね地味にね上下強いんよ、地味に。あ吸った、ただまだビートルが残ってる、ビートルめんどくさい。あと1体いるビートル、倒しちゃった、強っ。さあグラトニー
メギドもある、倒すしリムルが砦を取れるキャラなんで、まあ取れるよねと。でコラボ猫切って前に行くだけ。さあワンパンでも入ればね、強 P ボーナスプラス3ポイントもらえますんで、めちゃめちゃ欲しいよというわけでワンパン入っていきます。これでねもらえる強 P にさらにプラス3ポイントもらえますから。いやリムル強えなマジでこいつ、何なんだ。というわけでまあ元は1ですけど裏なしだから4ですね。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました、前回の続き動画撮ってたっけ、多分撮ってた気がしますね。でもう出してると思いますね、おそらく。あ、その時ちょっと強 P 表示したか分かんないけど、まあランカースタートの今回は、ドローが3回ぐらいあったかな。まあでもやっぱリムルミラードローになるよね。でまあ勝ってちょっと思った感じですね。はい、今最高強 P が2730しかないんで、まあまだ100ぐらい伸ばさないと、ね、最高更新できないんですけど、まあ、今リムル強いから、でもちょっとね、今日あと5時間しかいないんだけど、リムル強いから、まあ、このね、リムルの環境の時にね、強 P チャレンジしてもいいかなとは思ってます。まあ今日間に合えば今日、間に合わなかったらまあ明日、明日じゃない、次回、来期ですね。はい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。